フライを補給する外野手野球のポジションズがいい野手、アウトフィールダーとは野球またはソフトボールにおいて外野の守備につく3人の野手のこと。外野は内野に比べてフェアグラウンドが広いのに加え内野手4人に対して外野手は3人なので担当すべき守備範囲が広い。優れた外野手は外野に飛んでくるあらゆる打球に対して 打者のスイング時の角度などで打つ前からスタートを切る、観察力、スタート時の敏瘍性、次の塁を狙おうとした走者を視察する強い方と、フライを正しく判断する感東を強く持ち合わせている。最も守備の上手い選手の持ち場で、外野守備のようとなるのが中堅守、強力な、肩力及び正確な送球が、重要視されるのが右翼守。 必ずしも強い肩は必要とされないのが左翼手である。風の方向や球場の得意性についても知ることが必要である。声をかけることは外野手にとって非常に大切である。一方で内野手よりボールに触る機会が少なく守備の負担が軽いため、守備力以上に打撃が重視されるポジションでもある。特に左右両翼は、 打線の中心を担うだけの破壊力が優先される。なお、右翼手については、強権も重要な要素である。一方、中堅手は全ポジション中で最も広大なレンジをカバーするためスピードが大きな意味を持ち、両翼ほどではなくとも一定以上の打撃力も求められる。理想的な外野手とは、ゴツール、選球眼を兼ね備えた中堅手であるとする意見もある。ありがとうございます。